松田博士は日本の男性ミュージシャン、シンガーソングライター、サザンオールスターズのメンバーでドラムを担当、宮崎県出身、所属事務所はアミューズ、所属レコード会社は JVC ケンウッド・ビクター・エンタテインメント、所属レーベルは大したレーベル、宮崎県立宮崎大宮高校中退、愛称は広し、広しくん、百七十八年にロックバンド、 サザンオールスターズのドラムスとしてメジャーデビューを果たし、1983年にアルバムエロスでソロ活動を開始した。以降、サザンの活動と並行して様々なジャンルを取り入れたソロアルバムを発売している。1972年、松田が大森隆にドラムを貸す形で大森と知り合う。1973年に一郎の後、 宮崎県立宮崎大宮高校に入学。1974年に音楽で生計を立てようと決意し高校を中退、地元の人気バンドクエスチョンのドラマーとなるが、1975年に解散している。1977年2月に青山学院大学に入学していた大森の紹介で同大学のサークルで音楽活動をしていた桑田圭介らと知り合った。 当時総電が結成したサザンオールスターズは解散状態だったが松田が加入したことによって再結成した。1978年6月25日にビクター音楽産業よりサザンオールスターズとして勝手にシンドバットでメジャーデビューを果たした。1980年に発売されたサザンの3枚目アルバムタイニーバブルスに収録されている松田のコモリタでは 初のボーカルを務めた。以降、サザンの楽曲で、いくつかボーカルを担当している。また、その中でも、遥かなる瞬間、君に贈るラブソングについては作詞、作曲も担当している。1983年に1枚目シングル、To Night イト Night、1枚目アルバム、Eros で、ソロデビューを果たした。これらの作品は、ドラム中心のサウンドを避けて、 ボーカルに重心を置いた作品に仕上がっている。1986年にサザンの活動休止に合わせ、桑田が結成したバンド桑田バンドにドラムスとして参加した。1997年に2枚目シングル、それでも時は2枚目アルバム DRMS を発売。アルバムのタイトルはドラムズとドリームスを合わせた造語である。2002年に8組の女性シンガーを招き、 デュエットして制作した3枚目アルバム2人 OST を発売。翌2003年に自身が音楽を担当した映画マナに抱かれてのサウンドトラックマナに抱かれて OST が発売された。2008年にディスコやファンクを取り入れたアルバムグッドセレブレーションを発売した。発売直後にサザンは無期限活動休止を発表。 2009年8月30日に山中湖で開催されたライブイベントスイートラブシャワー2009に桑田圭介スーパーミュージックタイガースのドラマーとして参加。本人によると休止のリアリティを感じたのはこのイベントの後からだったという。2011年6月25日放送の桑田のラジオ番組桑田圭介の優しい遊びスペシャルにゲスト出演し、 娘の松田舞が妊娠中であり孫が生まれることを公表した。2013年にサザンは活動を再開した。2019年2月20日にサザンも含めて自身の楽曲すべてがサブスクリプション型サービスでのストリーミング配信が解禁された。2020年8月26日にサザンのホームページにて音楽活動の一時休止が発表された。 春先から肩の違和感を覚え、病院で検査の結果、右肩腱板断裂と診断された。すでに手術は受けており、休止の間は完全な回復をするためリハビリ治療に、専念し、同年12月の年越しライブから活動を再開している。小学生の頃にグループサウンズに影響され、特に沢田研二を聴いていたという。 スティービー・ワンダーをはじめとするディスコス・ソウル・ファンクといったブラック・ミュージックなどを特に好み、ドラムプレイはそれらのジャンルからの影響を色濃く受けている。ブラック・ミュージックのビジュアルに近づけるために1970年代初頭には髪型をアフロヘアーにし、ディスコでバンド活動をしていた。高音楽は脱、済んだハイトーンボイスが特徴的で、サザンではドラムと共に コーラスでも重要な役割を担っている。特にライブでは、桑田の歌声と対照的な高音域の歌声で、原優子との相性の良い幅広いコーラスワークを聞かせている。桑田は、松田について、とにかく歌心って文を取ってもわかってる。漢字のドラマー、あいつはどん欲なの、何に対してもと言い,い、1978年に、松田が一時競技に引き返した際も、引き止めたのね。 一所懸命。車の中でもくどいたの。もっとやってくれ。手などと語った。桑田はサザンらしさの要因に松田の存在を挙げている。桑田以外のメンバーは体調不良、休養でライブを休んでサポートメンバーを立てていた時期があるが、松田だけはデビュー以来常にステージに上がり続けている。過去に一度だけサザンの1993年末に行われたライブ、 しじみのお味噌汁コンサートの全12公演中、中盤の4公演が松田の体調不良のため、ライブ自体が年明けに順延になったことがある。それだけ松田は決して外すことができない重要人物であり、ラジオ番組での桑田の発言からも信頼が厚いことが伺える。松田は癒される音楽も好きだし弾けた音楽も好きな自分もいることを自認している。また、 未だにスティービー・ワンダーの迷信のイントロを叩くだけでその日の調子がわかるという。サザンの和洋折衷な世界観を肯定的に考えており、特にジャポネゲを気に入っている。サザンのアルバム、ヤング・ラブのジャケット写真では、ローリング・ストーンズのアルバム、サタニック・マジェスティーズのジャケットのパロディで登場する。サザンの楽曲、そんなヒロシに騙されてについては、名前は化したけど、 自分のことを歌っているわけではないとコメントしている。サザンのアルバム、キラーストリートに収録されている、ザトラックフォーザジャパニーズティピカルフーズコールド唐揚げそばキラーストリートでは、唐揚げが食べられないことが歌詞でネタにされている。また、子供の頃に川に入って、魚に囲まれて以来魚が大の苦手であり、メンバー全員が知っている。子供の頃から、 熱心な読売ジャイアンツのファンであり、宮崎で行われるキャンプを見に行ってはサインをもらっていたという。桑田からはサザンの原辰則とも呼ばれている。2019年のサザン全国ツアーでは、メンバー紹介の際に、俺は巨人が大好きだ。玄監督を胴上げするぞ。と叫んだ。松田によると、人生で一番大きな出来事は10代の時に妻と出会ったことである。 息子の松田翔もドラマーで、サザンのアルバム、キラーストリートに収録されている、愛と死の臨部ではドラムを演奏している。また、桑田が制作した、松田のボーカル曲の一つである、翔古道のプレゼントは、当日魔のお腹にいた、彼に向けて歌われた歌である。娘の松田舞もアーティストで、自身がプロデュースするプロジェクト、ビートクラブへの出演経験もある。苔が好き。出展。 ありがとうございます。